川男は日本の妖怪の一つ。江戸時代中期の国学者、谷川こと菅の編纂、和訓しおりの記述によれば、高い山に流れる川のあぜにいる妖怪とされ、背が高く肌の色が黒い。美濃国では夜間に網を使って漁に行く人が見かけることが多く、二人の川男が並んで物語を話していたという、背の高い妖怪であることから、かつては背の高い人を、 川男のようだという言い回しもあったという。川男の名は山の妖怪として日本各地で伝承される妖怪、山男に対して名付けられたものと見られている。色が黒いという特徴は単に夜間のために黒く見えたものとの解釈もある。参考、川男と同系統の妖怪とされる毛量のが江戸時代の百科事典和漢三サイズへの写真より、 日本の水辺の妖怪としてよく知られるカッパの一種とする意見もあるが背が高いなどの点はカッパの特徴には見られないこのことから川男はカッパの仲間というよりもカッパとは別種の未確認動物とも考えられており高い山の川にいるという点から上流の川の水のせいとして伝承されている毛量の一種とする説もある日本各地に伝承を残しているカッパに対して 川男の伝承は非常に少なく、また同じ川の妖怪である、川姫、川女郎が人に危害を与えたり大声を出すものと伝えられていることに対し、川男はそのような特徴も確認されていない。その他に、昭和、平成以降の妖怪関連の書籍による説としては、人間に近い姿の妖怪であり、大人しげな顔立ちであるが、実際に性格も大人しいものとする説や、 川を訪れた人に物語を聞かせるという説もある。なお、民族学研究所による、総合日本民族語彙で妖怪の類に分類されていることをはじめ、昭和以降の多くの妖怪関連の書籍に記載されているものの、原点、枠虫よりには、鉱山の流れの大川にいるもののあるのみで、妖怪の類との記述は見られない。妖怪ではなく、単に川辺に座っていた背の高い人間を、 川男と呼んだという可能性も示唆されている。2008年には、テレビアニメ、ゲゲゲの鬼太郎にゲストキャラクターとして登場。視聴者からは、声優を担当した小西克幸と鈴木拓馬の飄々とした演技が印象的だったとする意見が、制作側へいくつか寄せられ、制作スタッフの間でも面白いキャラクターとして評判だったという、ありがとうございます。